はい、JPX デリバティブフォーカスの時間となりました。ゲストをお迎えしています。日産証券首席アナリスト菊川博之さんにおいでいただきました。菊川さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今週はその FOMC 待ちで、マーケット全体がここのところになんか目線を集中させちゃって、そうですね、動きが取れなくなってますね。少し先週末あたりから様子見ムードが高まっている感じではありますね。そうですね、この FOMC を前に CPI も発表される、はい、ということで、これを待つという形ですけれども、今年1年を振り返ってみると、やはりインフレ懸念が非常に高まったということで、FOMC でもその発表ごとにですね、金利の見通し、インフレの見通しといったのは上方修正され、逆に景気見通し、GDP の成長率見通しなどは下方修正されていったといった流れが、止まるのかどうかと、いったところに焦点が移っておりますけれども、今年大きな上昇を見せた原油相場、そして小麦、穀物相場ですね、これ年初を100とした指数化したグラフですけれども、すでに原油も小麦もウクライナ、ロシア戦争、ロシアによるウクライナ侵攻の前の水準まですでに値を下げてきているということで、CPI が事前予想よりも弱い数字が出るようだと、FOMC を待たずにですね、金利の頭打ち感、これを織り込む動きも出てくる可能性はあるかなというふうには思いますね。で、CME のフェデウォッチを見ても、0.5 といったのがほぼほぼコンセンサスになっておりますので、もうそうですよね、固まってきてますね。そうですね、CPI が多少ブレたとしても、ここの線は変わらないと、そして、いわゆるターミナルレートがどこになるかといったところに市場の関心は移っていきそうですけれども、コモディティ、特に金市場との関係で、見てみますと、今年はやはりこの金利の上昇、これが金にとっては売り材料になって、今年の10月から11月にかけての金利の急騰、上昇に反する形で金は底値をつけたような状況になっております。ここから多少金利がもう一度上がったとしても、この10月11月につけたピークを多分抜くことはないのかなと、そうすると裏を返すと金もこの11月につけた安値、これがやはり大底を確認という状況に足元になっているのではないかなと、相場格言では底を打った相場は天井をつけるまで高いという格言がございますけれども、金に関しては大底を確認して、押し目を買い拾っていくと、いうような動きがこの年末から来年にかけて出てくるのではないかというふうに感じております。そして過去これ直近5回ぐらいのですね、 FOMC で金利が引き上げ終了した段階、その前後1年間のこちらはアメリカの10年債の利回りの推移を平均化したグラフであります。縦線が利上げ終了段階、そしてその前後1年間の値動きを表したものですが、やはり金利は引き上げ終了前にピークを打って、金利が引き下がってきているということで、このパターンを踏襲するのであれば、やはりこの10月11月につけたアメリカの金利はこの今週 FOMC で利上げをしたとしても、それほど上がらずに下値を徐々に切り下げていくのかなと。そういうことですか。でこの同じ状況条件下で金のチャートですね、これを作成したのが次の資料となります。前後1年間を見てみますと、この金利引き上げ終了以前に金利が引き上がっていてもすでにそれを織り込んで、そういうことですね、下値を切り上げる動きが始まってきているということで、先ほどお話ししたようにやはり11月につけた金の安値は
まあ、当面、の王族になるといったような見方で良いのかなというふうに感じております。これは他の番組でも何回かご紹介したグラフですが、前回の引き上げ局面と金の関係、そして引き上げから今度は引き下げに転じたところが緑の縦線に入っておりますけれども、先ほどの前後1年間のグラフとやはり同じような形で、金利の引き上げ最終局面では金利が上がっても金は下がらず、逆に金利が引き下げに転じてからは上げが加速していったというような流れを演じました。で今回も今回 0.5 を上げた後、年明け1回か2回、金利を引き上げるといったのがコンセンサスにはなっておりますけれども、それに対する反応といったのは限定的で、逆にリセッション懸念といったものに対する利下げ、思惑、これを多分金市場は来年織り込んでいくのではないかなというふうに思いますね。来年はむしろ利下げを織り込む形で、価格上昇に弾みがつくと。そうですね、ということなんですかね。そうですね、想定としてはその利下げが、利下げを織り込みながら景気後退がハードランディングとなるのか、ソフトランディングになるのか、ここに徐々に今週の FOMC が終わった後は焦点は移っていくのではないかなと、インフレが落ち着いていくのであれば、ソフトランディング思惑といったのは高まりそうですし、逆に再びインフレ懸念が高まりを見せた場合は、再度の金利上昇に伴うハードランディングといったシナリオも想定されるでしょうから、それのどっちになるかと、ソフトランディングシナリオの場合は金は緩やかな上昇、ハードランディング思惑、実際に、そういうような事態に陥った場合は金価格はより大きな上昇を見せると。やっぱりそういうことですか。そうですね、その反応を、まずは見たいと、ただいずれのシナリオになるにしろ、今回11月につけた安値は大底ということで、天井をどの水準になるかを見極めながら、おしめを買っていくと、いった戦略が良いのかなというふうに思いますね。で今年の金価格もう一つ特徴がありました、やはり金利上昇を背景に金の ETF、この資金流出が非常に目立った1年でありました。青がその ETF の残高の推移ですね。そうですね、これが200トンから300トンぐらい大きく減少したわけですけれども、もう一つ特徴的だったのはこの金融市場の売りに対して中央銀行、各国の中央銀行の買いがこのオレンジのラインですけれども非常に強い記録的な買いを見せたと、いったのが今年の大きな特徴でありました。同じ買いでも金の ETF とか先物市場の買いといったのは買いがたまると今度は売りの圧力になるといったところはありますし、割合短期なポジションの お金の傾向がございますけれども、中央銀行の買いに関しては、買ったらすぐに売るのではなくて、そうですよね、ほぼ買ったら買いっぱなしのような、何年間かそのままホールドするような特徴がありますので、金融市場の買い残高は大きく減ったんですけれども、中央銀行の買いは記録的な、買い圧力というか、買い支え圧力となって、金の価格を多分支え、来年はこの中央銀行の買いに加えて金融市場の買いがまた戻ってくると水準自体はやはり上値リスクの方が金に関してはやはり高いのかなというふうに感じますね。で中央銀行がどうして金をそこですよね。そうですね、その背景ですけれども、やはりロシアウクライナ戦争に伴うロシア制裁、ロシア制裁で、いわゆるドル資産といったのがやはり差し押さえされると、ドル資産を持っていても状況によっては危ないというか、使えないということで、特に G7 以外のいわゆる新 G8 と言われているロシア中国寄りの国々の買いの積み上げ、これが今年は顕著であったと、
今年はドル高ではあったんですけれども金利差からドル買いドル高が今年1年、強く見られましたが、現物の方を見るとドル離れの動きも一方で出て、ドル離れ、そして、金への一部シフトといったのも今年の大きな流れの中では G7 の中では起きてないんですけれども、それ以外の国では、顕著になった1年ではないかなと。ドル離れ、そうですね、これが大きいということですね。おっしゃる通りですね。で今年、ロシアの制裁といったのが行われましたけれども、確かに G7 をはじめ、制裁に参加した国はあったんですが、世界全体で見ると人口比率で見ると制裁した国といったのはごくごくわずかで、そういうことですね。これは、15% しかない。そうなんですよ。残りの 85% はそれ以外の国ということで、ここの動きが多分、今年のマーケットを金の現物に関しては動かしていったのではないかなと、それして来年にかけてもこの動きは多分、継続しそうであると。おで小麦の在庫も低水準ではあるんですけれども、この新たな米中の覇権争いに備えるような形で、中国はこの小麦の在庫を増やしているんですね。あ、そうですね、はい。三国志の時代から食料をやはり積み上げておくと、戦争に備えるにはエネルギー、そして食料を積み上げるといった動きが非常に顕著になっていると。一番上が中国、ね、そうですね。世界全体で見ると小麦の在庫非常に低いんですけれども、中国は着々とその水準を上げていると。で今週、先週ですか、習近平さんがサウジを訪問しましたけれども、はい、ペトロダラーといったこれまでのドルの基軸通貨を支えていた決済方法を人民元に変えようと、いう動きも出てきておりますので、来年にかけてはこのあたりの動向、ここも注意であろうというふうに思いますね。わかりました、日産証券菊川さんにお話を伺いました。どうも貴重なお話ありがとうございました、はい。